ちなみにコートダジュールの意味は分かりますか？実はコートは海岸、その後アジュールは痕跡です。暑いですね。南フランスの暑さは乾燥天気ですので住みやすいです。海が近いので涼しい風を満喫できます。そろそろ見えます。綺麗じゃない？やっぱり家族のビーチですね。私の友達も一緒に集まれて遊んだり泳いだり食べたりします。いい天気大好きです。綺麗、大好き。休みっぽい。アイス屋さんです。アイスクリームを使ってすぐにビーチに食べられます。その右の緑の店が、新聞やビーチのアクセサリーが買えます。ここ買えます。その後、右側で5スターホテルがたくさん並んでいます。こちらはマーティネスという5スターホテルです。いい天気ですね。気持ちがいい。実はカンヌが一年中
300日間が晴れです。珍しいでしょう。見て見て、このビーチハウスでは無料な PCR 検査を受けられますよ。あ、tu parles de Ruben Saba? すごくない？ちなみに私は陰性でした。到着しました。皆さん見覚えありませんか？そう、カンヌ国際映画祭の会場です。こちらは地元の人に人気通りです。ブネナジェという、たくさん店がありますし、服、ラビオリ、お土産、いろいろがありますね。食べ物とかワインも、ワインの店。伝統的な道ですね。ただこちらはお土産の店おすすめです。
じゃじゃーん、セミの壁掛けです。音も出るよ。玄関に飾ると幸せが来るらしい。